アルチトキシンは極東サソリ科のジャイアントデスストーカーが持つ神経毒である。マウスに注射すると無動症、抑うつ、そして死に至る。ジャイアントデスストーカーアルチトキシンはジャイアントデスストーカーの毒腺から分泌される。アルチトキシンは58アミノ酸残基調で分子量は6598ダーである。3つのジスルフィド結合を持つ。ベストキシン。 ビルトキシン、イキトキシン、ドロトキシン等のジャイアントデスストーカーの他の毒と類似性を持っている。例えば、ベストキシンはアルチトキシンと同様にアミノ酸を組み合わせて作られており、両者は共に分子内にジスルフィド結合による過橋を持っている。アルチトキシンはサソリのベータトキシンと配列の類似性があり、ナトリウムチャンネルをターゲットにしていると推測される。しかし、 マウスへの注射後にうつ症状を示すことは、ベータトキシンのナドリウムチャンネルへの作用機構と合致しない。関連するサソリ毒であるビルトキシンやベストキシンとかなり多様な生理活性を持ち、これらの毒の作用機構にもかなりの多様性があることを示す。体重 20g のマウスに 100n のアルチトキシンを注射すると無動症とうつ病の状態になる。致死量は、 二百なんである。ありがとうございます。